です。よろしくお願いいたします。そしてアシスタントごめんなさい、アシスタントのマダム美智子でございます。豪華なアシスタント、うん、よろしくお願いいたします。そして DJ 遠藤でございます、よろしくお願いします。いやー DJ でこれ、ね、何ですかこれ。なんか、まあ、DJ の機器なんですけどね、抱えていらっしゃったんで。そう今日もちょっと収録、こちらの収録の後にちょっと DJ のお仕事というかあのイベントがあるんで、はい、でまあこれを使ってやるわけなんですが、うん、まあこれがまあリンゴのパソコンで、リンゴのパソコンで、はいはいはい。まああの DJ って、まあ、一番大昔はレコードであったじゃないですか、はい、あれアナログって未だにあるんですよね。うんがんがこれでもできるんですけどね。クラブとかなんかにね、そうそう。もうマダムの時代はディスコじゃないですか。いやいやクラブじゃなくて。そういう時代だったディスコのね。でもちょっとほら若い人たちといったらなんかこんなことやってたり。あスクラッチね。美容のね美容師のイベントなんかで、ね、まずそれなんですよ。しばらく30分ぐらい。なんで勝手口でやってやってのかとか、それがもう一つの能力っていうか才能っていうか。全然才能じゃないですけどね。今度マダムの誕生パーティーでもやらせてくださいよ。でまあレコードでやってたのがレコード重たい持ち運び重たいってんで CD になって、で CD もこの CD だと CD にしてもこう持ち運び大変じゃないですか。だからパソコンだとこういっぱい曲が入れられるっていうんで、この中に大体1万ちょいぐらい入ってるんですよ曲が。曲が、うん、はあ。まあこれ見ていただけると分かるようにその BPM ってピッチって言ってスピードもこう分かるんで、まあね、早い曲と早い曲をつなぎながらやっていくじゃないですか。いきなり早い曲から遅い曲になっちゃうと、もし踊ってたら困っちゃいますよね。だから、まあ、ここを合わせるという意味ではそのレコードとか、そうそうそう、レコードとかだと自分で覚えとかなきゃいけないけど、これだと分かるんで BPM です。そうすると要するにこっちを動かしながらこっちを見ながらやるってこと、まあ、こっちにその例えばこの曲が入ってると、はい、そこに繋がれた曲もね、そう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 、例えば両方をつないでってことですね。こうやってやるとこう、いや、まあ、音はね、これスピーカーないんで出ないんですけどね、こう今こうなってるじゃないですか、だから今皆さん全然わかんないかもしれない。こちらの曲があれしてて今度こっちの曲を鳴らそうと思ったらこっちでこうやると、でここでこう調節していくっていう感じですね。調節していきますね。もともとねこれ実際のタイトルが男と女の経済学っていうんで全然関係ないようですけど、私思うんだけれどこういうのだってこういうなんか急に音出ましたけどごめんなさい、あれですよね、いろんな機械の変遷で経済を動かしてますよね。株だって動かしてきてるでしょ。そうですね、うん、だからこのメーカーとかって日本のメーカーなんですけど一番 DJ 機材が、はいはい、有名な会社ですよね。有名ですよね。誰でも知ってるようなね会社ですよね、はい、だからやはり新しい時代の踊りとか、うん、踊り方とかね、それからクラブの在り方とか音楽性とかっていうことで新しい機械を開発してやって最初にやったところがやっぱり大儲けするとか、うん、まあそれもあるしパソコンの使い方としてそういうこともできるし、で一番でも大きな問題っていうのは、うん、例えば本とか CD が今売れなくなっちゃってるじゃないですか、はいはい、だから、はい、そういう作家の方とか、歌手の方とか、まあ、それを本職にね、僕の DJ なんて遊びなんであれなんですけどやってる方ってすごい大変なんですよ。だからそういう意味ではすごくまあ、イベントをやってお客さんが集められてそこで物品を売れるようなコンサート、でかいコンサートで、ね、できるタレントはいいですけどね、そうじゃない人って苦しくなってきてます。だからDJ もうすごい有名な DJ の人っての私が聞いた時はねすごかったんだけど、うん、でもねさすがに30分そればっかり聞いてると ね、まあ、そうですね、ちょっと飽きちゃったんだけれども、うん、でもそういうなんていうか全く今までとの才能も違う人が出てきてる。世界で一番稼ぐ DJ とか年収40億とか、そういろんなとこが呼ばれるから、まあ、それもあるし物品自分でブランド持って売るんですよ、ね、だからさっき言ったように集客できる人は自分で物売れるから、うん、それの収入がある、うん、だから今そういう売り方ですよね、うん、テレビにレコードをこうレコード店に置いて売るというよりは、うん、コンサートで自分のブランドとかを売るとか、うん、だからね、うん、リサさんもこう劇で
チケット大変ですよね、買ってくださいね、リサさんの。だからそういうのを、だからイベントで集客するのって大変ですよね。大変です。今度コラボしましょうよ。あぜひぜひ。でも本当にそのなんていうんですか、自分を人気者にするとかスターにする、今回のあの、うん、なんですか、ピープなんていうの、ああいう人はほら、P-P-A-P、そうそうそう、ああいう風にね、あの、うん、ピコ太郎みたいにそのSNS を通じてね出ていけるっていう方法もあるから、こう見てる皆さんも自分の才能をどこでどう打ったらいいかっていう中で、まあ音楽演劇、まあね本もそうなんですけれども、そういうものに対してある意味ダメだ、ダメになってた部分もあるけど新たな道が開けたとも言えるんじゃないですか。だから動画でパッと売れたりするとその中抜きできるから、その売れる人はすごく儲かるんだけど、その売れない人ダメですよね。でもだから売れるか売れないかっていうのはそれは作ったものの内容なのか、うん、まず歌手として成功しててこういうものをやったから売れ、集客できるから売れるのか、それは何でしょうかね。何ですかね。でも例えば歌だったらすごい昭和の歌っていい歌があるじゃないですか、うん、ありますね、詞もいいし、やっぱりちゃんと作ってある曲って売れるんじゃないですか。ちゃんと作ってる、うん、あってちゃんとした歌い手さんが、うん、ちゃんとしたマーケティングでやれば売れる。そのちゃんとしたところに乗れないから、うん、みんな自分勝手に、うん、まあ自分勝手じゃないけどその方法しかないから、そこでやっていく人にもチャンスはあると言えるのかどうかっていうのはありますけどね、うん、何が来るか分かんないですよね、うん、だってあのピコ太郎さんだったら実はものすごくあの試験的にいろんなことやってるし、うん、ダンスもものすごい勉強してきたみたいだから、うん、簡単にもともと音楽が好きで、うん、そうですよね、で、お笑いもやってたわけだからね、うん、だからそう簡単にはね、あの社会現象を起こすまでにはいかないかもしれないけれども、うん、でも私なんか思うには、あの例えばほら駅の前でやってこう弾いてる、うん、ありますよね、ああいうところから有名になった音楽アーティストって結構いるでしょ、うん、います、います。でもどうなんですかね。でも本当に才能があったら、どっかピックアップするんじゃないですか、どっかが。ね、うん、あれなんか不思議とあのよく渋谷とか、はいはい、やってますよね。やってるの多いんですけど、うん、本当にあなんかやってるなと思ってもなんかこう目を引かない人と、うん、ちょっと通りすがりでもこう、うん、見ながら行っちゃうっていう人と、うんうんうん、それは結構はっきり一瞬の感覚で分かりますよね、うん、っていうのないですか。うまい、それなりにみんなうまいんだけど、そうその人を引きつけるなんか技術的な、そう、魅力よね、ものだけじゃなくて、うん、そうやっぱり、うん、魅力って一瞬のその魅力、人を引きつける、ね、なんかオーラとか、うん、あの経済のね専門家でいらっしゃるその遠藤先生がですね、はい、こういう普通から見ると全く違うジャンルのね、まあ趣味っていうことでいらっしゃいましょうか、それともこれをあの大ヒットさせて世界に出ていくとかそういうことでありましょうか。全然ないですね。これ趣味なんで、うん、人生楽しんでる感じですか。もともとだからディスコの世代なんですよ、うん、僕らは、うん、だから、うん、音楽自体は好きだし、うん、あのずっと踊ってたいなっていうのであって、うんうん、でまあ、こういう機材になると割とその昔より DJ になるハードルって下がったと思うんですよね。そう、そうでしょうね。レコードだと、とりあえずレコード難しそう、ね、集めるのも大変だし、うん、だからできんちゃんみたいなことになって、で、うん、あのまあ踊るのも好きだけど、うん、いや私はあのこうやってらっしゃるのを見たけど踊るの見てなかったですね、あの時はね。 あの時は踊ってなかったですよねうん、踊るの好きなんですね。まあもともとだからそういう世代なんで、あそっからこちらに入ってきたと、はい、じゃあ今度踊るのを見なきゃね。はい、そうですねなんかねここで一つ披露していただけたらよかったんですけど、スピーカーがないとダメなんですね。スピーカーとねちょっとアンプがないと、このままだけだと音は、まあパソコンから音が出るんですけど、ただそれはあの音流すだけですよね操作できないんですもんね。しかしやっぱりパソコンのなんていうんですか、こう昔はこんなことできなかったでしょ、うん、こんな音楽をたくさん溜め込んでおくとか、はい、取り込んでおくとか、うん、でそういうことができてきたからこういう機械も開発されてきたってわけですよね。まあ、これはパソコンとつなぐための機械なんで、うんうんうん、レコードだとそのターンテーブルがこう2つ、はいはい、そうなんか大きいですよね、場所を取ってる場所がこのくらいあるみたいな感じですよね、うん、で
CD だとまあ CD のプレイヤーが加わって、はい、まあ、どっちにみちこうミキサーっていってその音をこう調整するのは真ん中にあるんですけど、まあターンテーブルがあったか、それがそのこれになったっていう感じですよね。この中に音があって、まあそのターンテーブル代わりはこれでこうできるんですけど、だからもう運ぶ機材もコンパクトになったってことですよね。だいぶコンパクトになったし、音をあの集めるのも、いや音は悪くなったんですよ逆に。あ、そう、なるほどね。悪くなったっていうか、そのレコードが一番音はいいんですね。その音の音域が広いというか、で CD って人間の聞こえない音をカットしてあるらしいんですよ。すごい高い音とかすごい低い音とか、だから人間が聞こえない音の部分はそれを圧縮するために、その容量を食わないためにカットしたんですけど、人間が聞こえない音域のはずなんだけど、レコードでかけるのと CD でかけるのと音が違うんですよ、ね、だからやっぱり昔からのレコード大事に持って聞く人もいるわけね。だからレコードは好きな人はもうレコードだし、DJ の そのイベントでもあのアナログって言ってレコードしかかけちゃダメっていうのもあるんですよ。へー、そうですか。あの田代さんの場合は、遠藤先生の場合は、僕はまあパソコンですね、アナログやないんで、で、アナログだと今もうレコードが売れてないんで、昔の曲をあれしようと思うと、そのフリーマーケットとか、あと地方のレコード屋とか行ってそのお宝ですね。そうそう、お宝探したんですよ、そいつらは。レコード掘るっていうんですよ、掘る、こう、鉱山を掘り起こす、掘る、鉱山を掘るみたいなあれで、はで週末になると、だからそういう連中は今日はレコード掘りに行ってくるとか言って、あ、なるほどね。で1枚50円とか、なんか10枚でいくらみたいなのを、そのフリーマーケットみたいなのがあって、買ってきて、なるほどね。まあ音楽っていうのもね、あのいろんな働きを私は持ってると思うんだけれど、やっぱりあの国はね、こんな風になっても、あのまあ、何かあれば国家の歌、その国の、ね、音楽を必ずやるし、それからあの何みんなで助け合おうってボランティア的な歌が世界中のねあれで流行ったりする。だからこの音楽の持つ力っていうのをもっともっとあのこれからのね若い世代の人は理解しやすいから、なんかこう、まあ、単に戦争反対とかじゃなくて、なんかああいうドンパチの時に音楽をかけて、なんか脳を休めるとかなんかできないのかしらね。まあなんか昔ね、あのリリー・マルレンターの、うん、ブランド・デートリスって歌ってるのは有名な ね、 ね、あのイギリスもドイツもどっちもその両方の、ね、兵士に歌われてるみたいなのもあるし、やっぱり演劇とかスポーツとか音楽って、文化とか国境を越えますよね、言葉とかね、そういうものを超えられますよね。そうですよね。この数字的には音楽産業、産業って言ったら広くなりすぎちゃうけれど、今どんどん落ちてますって言って、まあ出版界はまあ私も関わってるんでよくわかりますけれど、やっぱりあのものすごい落ちですか。落ちてますよね。CD も、CD もすごい落ちてるん で唯一最近上がってるのはレコードなんですよ。掘りに行くっていうレコード、が唯一こう、いや上がってるっていうのは、今レコードなんか取る、あのレコード、新しいレコードもありますから録音します、レコードとして、それはどんな曲でも、いや全部じゃないですけど、レコードもあるし、あと、まあ、古いレコードもあるんで、あのもう基本的には古いのが多いですよね。だからそういうレコードも含めて、レコードが唯一あのって言ってもレコードの売り上げって何億円ぐらいなんですよ。だから唯一こう上昇してるっていうか、だってなんか蓄音機みたいな大きいのも今売れてるところでは、すごい目の張るものでも売れてるって言いますよね。やっぱりそのなんていうか昭和回、まあ、日本で言えば昭和回帰とか、そういうものにレトロなものに心惹かれるっていう、それは世界的傾向なんですか。日本だけなんですか。日本、とりあえず日本は売れてるみたいですよね。で1枚4万円とか5万円のレコードもあるし、だからプレミア価値がついて、例えば洋楽じゃなくて日本のでも、持ってりゃよかったねっていう感じだからやっぱり、だから持ってる人はずっと持ってるじゃないですか。持ってますね。だけど引っ越しのたんびに傷はつくわね。そうですね、かける機会がなくなるわね。私もずいぶんうちもあの兄たちが好きだったから、ジャズもあったし、もう何ですか、なにわ節から、ね、石原裕ちゃんからのずいぶんあったけど、ただただお荷物って感じましたけど、まあそうですね、場所取りますよね、大体誰もそう思いますよね。
さあ早いものでもお時間になってしまいました。今日はなんか音楽の話っていうかね、こう機材の話になりましたけれども、まあ愛は、ね、音楽を通じて、音楽は愛を生む。また次回どんな話になるかぜひお楽しみにお待ちください。それでは今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。